こんにちは、ケイドラです。今日はちょっと公式の収録があったので少しモンストニュース解説遅れました。これから見ていこうと思います。まず獣神化情報ですね。今回は陽線でした。ちょっと外れましたね。まあでも属性的になんかちょっとこの間見返したんですけども、なんか去年ぐらいから見返したら同じ月に同じ属性は来てなかったので、まあ既属性一択レベルですね。性能はこんな感じです。まあちょっとね、使い方難しいとは思うんですけど、まあ元々あったサムライキラーはついてきまして、まあ近畿の二の国ですね、まあ超特化型っていう感じだと思います。まあもちろんコラボのナックルとかはいるんですけども、まあそれと組み合わせてあげると強いし、まあ、より近畿を楽にしてくれるっていう感じなんですけども、まあスキップできる方もいるんで、まあちょっとスキップする方に対してはそんなになんか今すぐどっかで活躍するっていう感じはないかもしれないですね。まあでも今月は近畿にやらないといけなかったので、ちょっと使ってみても面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ友情コムに関してもやっぱキラーが乗ってくるとめちゃ強いんですけども、キラー相手じゃなかったらまあ他のキャラでもいいやっていうふうになっちゃうので、まあ、やっぱこのキラーを生かした性能というふうになってるかなというふうに思います。まあ、SS もね16プラス8ターンなんですけども、結構ターンがね24ターンの方長いんで、この SS の倍率も注目ですね。あと HP の回復量も注目したいかなというふうに思います。獣神化日は6月30日火曜日ですね。そして細かいとこ見ていきますと、オールスター感謝ガチャ開催というところで金曜日から始まりますね。しかも12時から始まります。まあ金土日というふうに1日10連引けるんですけども、こちらオーブ消費するんで合計ね全部引くには150個も必要です。まあ今の時期ね使うべきではないので、しかも1点狙いも難しいので、まあ、ちょっと夢をかけたい方以外はちょっと温存しといた方がいいんじゃないかなと思います。星6キャラクター1体確定なんですけども、限定キャラクター確定ではないので、まあ、全然しょぼいキャラも出る可能性はあります。次のモンスターの日なんですけども、ラッキーモンスター集めるとレベルの賞がもらえます。そして新超絶怪ですね、帝釈天怪が登場します。まあ副友情報もこんな感じなんですけども、まあ超絶ホーミング6なかなか強いですね。まあ調教書とかも強いかなというふうに思います。初降臨日は7月3日金曜日19時からというふうになってます。そして新キャラのガチャなんですけども、近日開催と書いてあるんですけども、まあおそらく7月2日からかなというふうに思います。まず1体目真田ですね。性能はこんな感じでございます。まあちょっとこれもね、正直マインスイーパーアンチウィンドウっていうところもそんなに活躍するとこなかったと思うんで、まあ、友情コンボ主体のキャラなんですけども、まあ、調教電撃、まあ、ガブと一緒の威力ですね、それが2発出ますと。しかも拡大枠肌も出るんで、まあ、友情コンボなかなか強いんじゃないかなと思います。 SS は自強化プラス弱点露出ですね。まあでもやっぱ今すぐ活躍っていう感じはないので、まあ引きに行かなくてもいいかなと思います。そして次ですね、島津義弘が登場します。これね、僕1年前ぐらいにね島津義弘の限定予想をしたんですけども、まあ、劇中審査で出るんじゃないかなっていう話をしたんですけども、全然違いましたねイラスト。はい、薩摩の猛将っていう部分を合ってました。性能はこんな感じです。まあ伊達政宗超特化っていう感じですね。もう大特化ですよ。こいつ一体入れれば絶対に負けないよっていう感じなんですけども、ようやく出ましたね。もちろん超アンチウィンドウ持ってるし、まあ、SS 打てば自身が混乱だった場合でもしっかり自分で直してくれるんで優秀。多分鬼丸クニーツナみたいに全然減速しない系だと思うんで、めちゃくちゃ強いと思います。伊達政宗においてはね、まあ、それ以外ではそんなに、まあ、現状は活躍する幅ないので、とりあえず伊達政宗絶対に勝ちたいよっていう方はねゲットしておくか、まあ、フレンドで湧くことを祈りましょう。次、大谷義次ですね。性能はこんな感じです。まあちょっとねこれ砲撃型でもワンチャン良かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、マイスイエル魔法陣ブーストレザストのキャラですね。まあこれもちょっと今すぐ活躍する場面がそんなに思い浮かばないんですけど、どこで強いのかな。まあ闇属性はねやっぱり最近強キャラ増えてますし、一応トゥーフォールと爆発持ってるっていうところと地雷対応はあるんですけども、まあそれだけのためにちょっと引くのは違うと思うんで、まあちょっと今後に期待なのかなっていうところはあるかなと思います。ちょっと難しそうですねこれ。どうなんですかね、ちょっとドハマりするところあったらごめんなさい。そして今回ビンゴミッションが開催されまして、まあ、これちょっとまあ初心者さん向けかなっていうふうに思うんですけども、ミッションをクリアしていくと氷の徳川がゲットできます。さらにまあいろんな報酬があるんですけども、全部クリアするとオーブここがもらえます。まあ他にもね結構ビスケットとかあるんで、まあ、やって損はないかなと思います。以上、来週のモンストニュースは7月の3日金曜日ですね、間違いなく。そして来週のラッキーモンスターはこんな感じです。ちょっとジャックぐらいしか作ってないやーって人多いんじゃないかなと思うんですけども、僕もその一人です。頑張って運曲作りしましょう。それではご視聴ありがとうございました。
ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いいたします。それでは、バイバイ。